どうも、虹色ライダーでございます。虹色音声始まりました。ひっそりと今回はミスターチルドレンのスターティングオーバーという曲を語りたいと思います。この曲はですね、アルバム曲なんですが、アニメ映画の化け物の子の主題歌に使われてた歌なんですけれども、まあこの曲すごいですよね。毎回すごいすごい言ってますけども、まあ、この曲がまさに化け物なんじゃないかなと思うぐらい、あの圧倒的なこう力というかのを感じます。まあどこがっていうとね、まあ、全体的にそうなんですけど、まあ、一番やっぱびっくりしたのは最後のサビの締めのとこですかね。きっとのとこ、最初とか2番の のとこでは裏声でね、そこを歌うんですよ、高いから張り上げるようにね。でも最後の大サビで地声で歌うっていう、ここがやっぱりねミスチルなんですよ。でね、あのまあ、これは好みにもよるんですけど、僕はもうバンドサウンドっていうかバンドが好きだから、どっちかといえばね、他のジャンルの音楽も別に全然嫌いではないんですけども、バンドが出すこう音だったり声だったりっていうのがやっぱりいいなって思うから、そのキットのところがすごく綺麗なキットだったら多分あんまり嫌なんだろうなっていう、こう桜井さんがなんとかこう絞り出して心の底から歌って、ちょっときつめな感じで歌ってるあの感じがすんげえいいんですよね。これ理解してくれる人いるかなまあだからね、あのぜひあんまりこの歌そんな聞いたことないよっていう人は聞いていただきたいです。あの確かライブバージョンあったはずなんで、 URL 貼っときますから下にね、飛んでみてください。まあスターティングオーバーやり直すとかそういう意味ですよね。そう、あのまあリフレクションっていうアルバムがあって、まあ、初回限定版が23曲、通常版が14曲入ってるんですけれども、スターティングオーバーね、初回版が確か最後から2番目、未完の前にあって、あの通常版ドリップですねは真ん中ら辺だったはずなんですよ。6、7曲目ぐらい。なんかね、この、僕結構順番気にするタイプで。で、前、ファンタジーっていうね、曲でもその順番のこと話したんですけど、ファンタジーは初回版一発目なんですよ。で、これはすごい一発目に持ってこいの出だしの曲で、ただ通常版だと、その真ん中よりちょっと後なんですよね。なんかね、そこのね、やり方がね、好きでね、こうスターティングオーバーやり直すがあって、確か忘れぬ人でリフレクションっていうピアノのねインストのやつがあって、その後ファンタジーなんですよ。初回版で1曲目に持ってきたやつをこの真ん中よりちょっと後半に持っていく、その前にスターティングオーバーがあるっていう、この感じがね憎いなと思ってそれ感じるの俺だけ本当に。であとまあ、ちょっと写真もちょっと出しますけども、この曲レコーディング風景をその初回版の特典 DVD にあって、このスターティングオーバーのこうボーカルの部分をすごい撮り直してやってるっていうのがあるんですよ。これ見たらね、ほんとあのプロってなんかまあなんやかんやでいろいろ揃ってなんとかできんでしょっていう感覚、僕は昔持ってましたけど、なんかそういうイメージあるじゃないですか。こんなに努力してストイックでやってる姿見せられたら、ほんと参りましたって感じですよ。ミスチルがトップレベルの、本当にこの特典映像、まあ、YouTube でもしかしたらあるかもしれない、誰かね勝手に上げてるかもしれないですけど、まあ、もし見つけたら見てみてください。ほんとうわって思いますから。で、もともとこの曲ボツだったんですよね。あの信長なんだっけ、競争曲だっけ、月9でやってたドラマの主題歌に使われようと思ってたメロディーでも足音ができてそっちになった。じゃあこれはボツにしよう、これボツにすんのっていう、もともと歌詞は違ったんだけど、歌詞を書き直して化け物の子に使われたんだけど、このレベルの曲をボツにするって、いや今までのボツ曲全部聴かせてって感じ本当それだけでもう素敵なアルバムができるんじゃないかという思うんですけども、ミスチルレベルになるとねやばいっすわ、ほんと。自分がこう、まあ、僕も音楽やってますけど、こう音楽やってることがすんごい恥ずかしく感じる。関係ないんだけど、
ミスチルはミスチル、俺は俺、うん、そういう風に思うようにしてるんだけど、ほんと恥ずかしく感じる。ということでね、そういう風に思わせてくれるスターティングオーバー、ぜひ聴いてみてください。また、ミスチルの曲は、しばらく語りたいと思います。他のアーティストもその後行きます。いっぱい、楽しみにしていただけたらななんて思います。ということで、日露音声、今回はこんな感じで終わりたいと思います。さよなら。